日本の近代建築っていうのはすでにもう終わってるって僕は思ってます、はっきり言って。もう死んだと、まあ、一つ終わったんだというふうに割り切って考えると、何か他の、可能性っていう単純な言葉じゃないけども、他のあり方みたいなものを考える人が必ず出てくるだろうと思っておりますけどね。日本の近代の中でやっぱり一番強い建築はやっぱり丹下健三が作ったと思いますよ。でもあれをこれからの時代で学ぼうったって、あれは学んでしょうがないもんね、本当に。 あんなことできないですよ。 だから最後じゃないけど、そろそろ自分の内部を学ぶしかないんじゃないかなっていう気がしますね。